はい、じゃん、はい、じゃん、はい、ちょっと走ってきて。はい、あきらさんも、あきらさんも開きました。ついに完成しました。開けます。はい、開封の儀、開封させていただきます。素晴らしい作品集ができました。アキラさんが一生懸命作ったのが、結構時間をかけて作ったのが初期の頃からいっぱい入ってるんです。僕もそれ見て、うん、アイモンこれ分かる？ポイントじゃないの？はい、こんにちは。はい、アキラ先生。じゃじゃじゃん。俺先生じゃない。お、今回の作者。はい、じゃあこちらに来てください。アキラ行ってらっしゃい。私先生じゃない。はい。おおおお。これは何の本ですか。これ。お、何を作ったの。え、マヨとかポケモン、ポケモンネタとか。お。アキラ今何歳。12。アキラさん素敵ですね。これアキラさんすごい才能なんですよ。衣装とかも全部ビニールでも一から全部作り上げるので、すごい才能だと思います。はい、じゃん、スーパーアキラワールドできました。すごいすごい。集中したら本当にどん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 作っていくそうで、ビニール服の特徴はなんかちゃんと、袖を通して着れたり、あとフード付きの、あれですね、ピカチュウとかフード付きの本当に細かいとこまでよくできてます。あ、決まってますか。あ、クッパじゃんじゃん、アキラが作った作品集です。僕も追ってるんですよ、これ僕です。あ、分かんなかった。これはあれですね、あのドラゴンボールの読書は本当になんかこう独特のなんかアキラの世界がある、すごい見てて楽しい作品です。やったー、見せ見せ、1万ですね。何箇所かこの穴にさせてもらったりとか、あとはシンデレラにさせてもらったり、ヨッシーにもさせてもらったり。じゃあ、そんなお気に入りの作品にしてください。こっち113個もあんだぞ。これでも俺と同じじゃないと写真なくなる。やっぱりなんと言ってもマリオですね。帽子も作ってます。コンセプトはアキラくんが
スーパーマリオが大好きということで、マリオのマリオの、要素をふんだんに盛り込みました。あきらくん、あきらくんは、アイロンビーズも、下絵とかを見ずに自分でなんか作っているそうで、パイロットはじゃあ先始めてってって、よし、いい調子だ。あとで読みたいことかもしれないあ、社長ですね、それは。はい、自分ではそっくりだなと思ってるんですけど、もっと可愛いです。この辺、これとか、これとか、こっち見て、はい、はい、どうですか。可愛いです。スタッフページですね、こちらです。これがこうなった形ですね。あ、写真見ながらやったのかな。すごい。あ、この土田さんもね、おお、おお、これ何か見本見てやってるわけじゃないですよね。一回パッて見たらもう覚えちゃってるから。それすごい才能ですよね。あきらくん、おめでとうございます。すごいね。おめでとうございます。おめでとうございます。素晴らしい。見せてくれてありがとう。あきらくん頑張りましたね。おめでとうございます。あきらくん、おめでとう。おめでとう。あきらくん、おめでとう。イエーイ。あきらくん、おめでとう。いい作品ができました。あきらさん、おめでとのタイミングでこれができたという。神がかってますな。驚きはすると思うけど、ああ言う言葉はわからん。